よ。あかね、表情硬いよ。介護とか認証のことって全然他人事だと思ってたんですよ。ある映画をヒントに家族の介護について考える、そんなイベントが今治市で開かれました。先月開かれた認知症介護に関するイベント、今治市では在宅介護する人を取り巻く現状への理解を深め、より介護しやすい環境を目指そうと家族介護者交流事業を実施しています。今年は合併20周年記念事業として、モルックや e スポーツ、脳体力測定などの体験コーナーを設置し、例年より規模を拡大して開催されました。自分もなかなか申し上げにくい、そして家族の皆さんも受け止めがたい、そして地域においては偏見が様々あって、ご本人はいろんなことができるのに行動が制限を下げている、そんなことが今治市内であってはならないのではないのかなという。会場には介護の知識を深めようと1000人を超える市民が参加しました。まずは会場全員で体を動かしながらの脳トレです。今治オレンジ大好き。続いて行われたトークセッション、テーマは安心して認知症になれる社会にするために。今日の一つのテーマが認知症の中で若い方っていうのがテーマになってますけれども、一応65歳よりも早くに認知症のね症状が出始めた方っていうのを若年性の認知症っていうものでいいます。アルツハイマー型認知症、アルツハイマー病っていうのが多いんです。その一番は何かっていうと物忘れですね。多くの皆さんに認知症ってこういう風な症状なんですよ、でどなたでもなる可能性があるんですね、じゃあこのことを分かって市民の皆さんに向き合ってもらえませんかっていうふうな、まあ、講座をたびたびさせていただいてるんですね。パネリストの一人は若年性認知症と診断された男性をモデルに制作された映画オレンジランプのプロデューサーです。介護とか認知症のことって全然他人事だと思ってたんですよ。すごく自分のことであるし、自分の両親のことであるし、子供たちの未来のことでもあるなっていうふうにすごく思ったんですね。続いてオレンジランプの上映会、まず映画のモデルとなった丹野智文さんからのメッセージが上映されました。ここにいる皆さんが安心して認知症になれる今治市をぜひ一緒に作っていきましょう。本当に映画楽しんでみてください。映画オレンジランプは若年性アルツハイマー型認知症と診断された男性が主人公。戸惑いや不安を抱える中、ある出会いをきっかけに本人や周囲の意識が変わっていくといった実話をもとに描かれた物語です。周りの方はね、思いやる心がないといけませんね。身近な人もしくは自分がそうなってしまうかもしれない、認知症を知るきっかけをもらえてすごく良かったかなと思います。